ルナオービター1号から見たウェップクレーター。周りにたくさんの小さなクレーターが見える。アポロ11号から見たモルトケクレーターの側面図月のクレーターは月面にあるクレーターである。月の表面はクレーターに覆われており、そのほとんどは衝突によって形成されたものである。クレーターという言葉はラテン語でカップを表す言葉から作られた。 ガリレオは1609年の暮れに初めての望遠鏡を作り、1609年11月30日に初めてそれを月に向けた。そして当時の一般的な考え方とは異なり、月は完全な玉ではなく山やカップのようなくぼみがあることを見つけた。彼は星会の報告の中で校舎を小さな反転と呼んでいる。クレーターの起源については次の世紀の間、 揺れ続けた。対立する理論は、火山の爆発が月面に穴を開けた彗星の衝突、二つの対戦の間にドイツで発達した理論で氷河の活動がクレーターを作ったというものである。アポロ計画によって集められた証拠や同時代の無人宇宙船による観測から、ほとんどの月のクレーターは水星かあるいは大きいものは小惑星の衝突によるものであると結論づけられた。 なお、月以外の天体のクレーターのほとんども同様とされている。月には液体の水も大気もプレートテクトニクスも存在しないため、侵食作用がほとんどなく、クレーターは20億年以上も残っている。大きいクレーターの年齢は中に含まれる小さいクレーターの数で決定される。古いクレーターには通常より多くの小さいクレーターが含まれている。 最小のクレーターは地球に持ち帰られた岩石から見つかった顕微鏡サイズのクレーターである。21世紀初頭で国際天文学連合でクレーターとして登録している最大のものは月の裏側にあるヘルツシュプルングで直径は 536.37km である。続く大きさのものはやはり裏側にあるアポロで直径は 524.23km である。 また、クレーターとは登録されていないが、直径約3 0 0 0トルのプロセラルム盆地や、約2 5 0 0トルの南極エート県盆地、その他の月の海は、月の形成時初期の巨大天体の衝突によってできたと考えられている。クレメンタインによる月面地図成形180度から統計180度真ん中が、死後線である。 この地図を水平方向に4等分した時中央の2枚が地球から見える表側である。図中に赤色で示した場所がそれぞれのクレーターである。ありがとうございます。